はい、生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタをお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日6月3日月曜日です。現在時刻7時12分です。本日最高気温28度、最低気温25度で雨です。降水確率 80% と出ており、そうですね、折りたたみ傘を持って歩くぐらいでいいのかな。そんなに大雨になりそうな感じはしませんが、ずっと一日パラパラと降り続ける、そんな感じのイメージの雨になるのかなと思われます。以上天気予報でした。続きまして香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の位置香港ドルは20円12銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻7時13分です。 BTCUSD の価格は67,863.80 ドルでした。さあ今日もゆるっとニュースをやっていきたいと思います。今日はですね、まずこの週末にサムスイッポーで道が崩れ落ちた件がありましたね。その原因は最近降水量も多かったことなどが挙げられていますが、なんか近年中国でよく起きるこの道の崩落が香港でも起きているようなように今思います。道が崩落したことなんてね、本当ここ数年で何回か起きたぐらいで、その前はあんま起きていたっていうイメージがないんですが、ちょっと心配だなと私個人的には思いました。電線やパイプのメンテナンスを行いつつ、崩落したところになんか埋め物をしている映像が上がっていました。そもそもなんで空洞だったんだろうとちょっと不思議に思いますよね。最初から詰め物をしておけばよかったのではないかなと私は思いました。まあそうすればね、被害もねそんな大きくならなかったのではないかなとか、なんかちょっと手抜き工事をしたんじゃないかなと思えてしまってなりません。まあそのもう一つの理由としては、比較的新しいビルだったっていうのもそう思えてしまう理由の一つかなと思いました。まあこの今回のね崩落したところは今日の午前6時、まあ今現時点7時なんで、すでに修復は完了していると思われます。まあだいぶね映像見てると、昨日の段階で半分以上なんかちゃんと埋まってて、もう整地なんていうんですかね、平らにするやつやってたので、もう大丈夫なのではないかなと思われます。まあ近くのビルに、特に大きな影響はなかったということで、まあ今回の件でね怪我人とかも出てないので、まあちょっとそれは良かったなと思いました。さあ続きまして、香港の水道代が上がるかもしれません。香港の水道代は28年間同じ価格を維持し続けてきましたが、そろそろ水道代を上げないと正常にね、こう維持し続けることができないという状況になってきているようです。まだいくら上がるかは決まっておりませんが、おそらく5割ぐらいマシになるのではないかなと考えているとニュースでは言っていました。ただね、いろんなところでねインタビューされているんですが、この不景気の時期にねレストランや洗濯を商売としているところにとってはね、まあ、今回のこの案件ってすごい大打撃になると思われます。またね、まあ、我々香港に住む、ね、人間にとっても、まあ、ちょっとねきつい話ですね。 5割はちょっときついですよねまあそうですね、まあ、これがいくら上がるのかとかね、そういうのもちょっとわからない状態ではまだあるんですが、今後ね、まあ、この水道代っていうのはね確実に上がると予想されているので、今からねどうやって節約していったらいいかとかですね、なるべく水道を使わない方法、まあ皆さんねすでに行われていて、ちゃんと節約等されていると思いますが、その節約をね再度見直して、さらにね水道をね使わないでね、値段が上がってもね今現状と同じぐらいを維持できるのかっていうのをねちょっとずつ考えながらね生活していった方がいいのではないかなと私個人的には思いました。まあ私がそれができるとはあまり思ってませんがまあ香港のね物価どんどん高くなっているので、まあ水道代もねこれで上がってしまったとなるとね、まあ全体的にね大きく値段が上がりつつあるなと私も思いましたので、皆さんもね香港で生活していくいいなんかいい方法で、ね、こう節水するならこういうのいいですよとかね、そういうのがあればですねぜひねコメント欄でね情報共有してもらえるとすごく嬉しいです。ということで本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしください。チョイキンまたね、バイバーイ。